皆さんこんにちは、くるくるクールです。今日もマリオメーカー楽しく遊んでくる。今回はツイッターでトラウマ界のキング光太郎さんが面白かったって言っていたコースを遊んでみようかなと思ったんですが、いざ開いてみたらクリア率 0.4% 台、ベストクリアタイムも4分、非常に難易度が高いんじゃないでしょうか。マサルさんという方のコースですね。早速遊んでみたいと思いますが、ちょっと心配でございます。これはなんだ、3段ジャンプか。1、2のサンダリア、ほいほい、スピンジャンプやないかーい。びっくりしたこれは覚え芸になりそうな予感がビンビンしますか。ほいほい、こうですか。こうですね。ほい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 、ギリギリ高めを狙わないと厳しいな。ほいほいほい、ここは抜けていけばいいのかな。ここ突破できちゃえば第一関門は突破って感じがした。中間があったからね。よし、中間クリア。よし、大きいままとしかも扉に入ってこられたぞ。これは大きい。あお、なんじゃそりゃ。Y ボタンを押しちゃいけない系だと思う、と思う、信じる、そう思うだけなんだけども。なるほどね、了解了解。 Y ボタンを押さないで素早くピョンピョンピョンだ。こうです、こうです、こうです、こうです。よし、この辺、この辺ネットかぶって、これはドスツーを持ち上げていくやつじゃないでしょうか。正解。あれ、ここがばれなかった今の、気のせい。お、また中間やったね。お、これはなんじゃ、いちゃったかな。下かい、上行くと何にもないんじゃないかーい。はい、ありがとうございます。見事に引っかかってみましたよ。これはどこがして、あ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 、足元が見えなかった。この辺ですかね、正解はね。正解っていうものがあるのなら、あー怖いな。ほいほいほい、こっちですか、こっちですか、ここに入る。ほいほい、しまった。あー戻ってきちゃったよ。わーじゃないよ、全然わーじゃないよ。ほいほいほい、ちょっと難しいね。ここです。あー、ブラックパックさんこんにちは。この辺ちょっと今回はミスったな。よし、いい感じいい感じ、ほぼほぼ狙い通り。あー、ここは落ち着いて落ち着いて、あー落ち着いて、あー落ち着いてなかったね。今のでもいい感じでしたよね。奥の壁まで一気に行けちゃえば、あとはなんとかなるような気がしなくもないこともない。ほい、あー、やめて。よし、大体ね、壁キックコースは難しいコースが多いんですよね。愚痴り始めちゃったよ。よし、頑張ってクリアしていこう。これでもね、この制作者さんの他のコースよりは簡単っぽいですよ。ツイッターのコメント見たら、なんかバス系の技が必要なコースも作ってるみたいなんで、そんなコースはちょっと私にはできないんでね。今はこれが精一杯。よっしゃー、はい、しまったにした。いい感じいい感じ、ここで上に登る。来たよ来たよ来たよ、来たんじゃないの。ここまで来てこういうの来るかい。でもこんだけ隙間が空いてれば、あーと思ったけど。いけたいけたいけた。よし、お邪魔し、マリオからの、やったーって信じていい、やったー。ブラックパックンがいた、危ねえ、怖えー。マリオ、ナンバーワン、ウフー、やったね。無事、高難易度のコースでクリアすることができました。ありがとうございました。
頑張れマリオの壁キックコース、マサルさんのコースでした。ありがとうございました。それでは次のコース遊んでいくる。はい、お待たせいたしました。次はこちら、スピランハッピー S さん。全自動だぞ、クソ注意、初級ドナルド編。危ない危ない、名前が危ない。全自動なのに 55% のクリア率。ボタン押しちゃってる方がいるんでしょうね。遊んでいきましょう。まずは青ドクロで行ったり来たりして、テレサとバブル、なんか敵がわちゃわちゃしてますね。いろんな種類がいますが、下は何だろう、またバーネーに弾かれて青ドクロ乗って、もうゴールかい。マリオタイム。はい、スピラン S さんのコースでございました。この方のコースはね、非常に難しいスプランが多いんで、興味ある方がいたら遊んでみてください。はい、コース提供どうもありがとうございました。こちら YouTube に送っていただいたコースになります。また今後ともよろしくお願いします。それでは次のコース遊んでいくる。はい、続いてはこちらのコース遊んでいきましょう。ランダム20秒ジャンプ自動キープ B、クリア率 80%。 あ、カカシモンがベストタイムだ。10秒850。20秒ジャンプなんだけど10秒台でクリアできることもあるんですね。 B ボタンを押しっぱなしにしています。まずはバネで弾かれてからの、まあよくある自動系のコースなんでしょうかね。 P スイッチのタイミングを使った。さてこの先はどうなるかな。カメ踏んで上に行ってからのゴール。あ、ここもしかして上中下で、さらに4段目と4パターンのルートがあるってことなんですかね。気になる。もう一回遊んでみましょうか。他のルートも見てみたいですよね。10秒でクリアできるコース、遊んでみましょう。なるほどね。最初のコッパクラウンの動きによって何かが変わるんでしょうか。今度は最初からルートが違いますね。さっきは左側の方に行ったんですけど、今度は基本的にはずっと下の方を取ってゴールしてきました。マリオタイム。はい、これで2パターンをお見せできたので、今回はこの辺で終わりにしておきたいと思います。10秒850。お、これがカカシモンのタイムだね。カカシモンと仲良しですよ、多分。僕は仲良しだと思ってるんですけどね。大丈夫かな。大丈夫ですよね。はい、そんなわけで残り2パターン、多分ルートがあると思うので、興味のある方はぜひ遊んでみてください。朝川さんのコースでした。ありがとうございます。はい、お待たせいたしました。今日の最後、こちらのコースと遊んで終わりにしたいと思います。ゆっくり実況の U トライアングルさん、ピピ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 というコースでございます。ベストタイムが4秒4ぐらい、クリア率 3.25%。 確かね、トライアングルさんの動画内ではクリア率 70% ぐらいを目指すとか、確かそんな話だったような気がするんですが、あ、ゆっくり実況の U って言いましたけど、確かこの動画は地声の方で上げてらっしゃったんでしたかね。それでは早速遊んでいきましょう。トライアングルさん、ピピピピピピー、遊んでいく。おい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 、落ちました、やられました、やられました。どうなった。ほいほいほい、まずポイ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 するんじゃしてからの、はい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 、待って待って、残り3秒、残り、間に合わない間に合わない間に合わないよ。意外と難しくないですか。クリア率 70% はいかないでしょう。ポイ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 、昔のトライアングルさんの動画でね、 P スイッチをポイポイするんじゃっていうのがあったんですけどね、私あれ大好きです。あー、来た、間に合わないか間に合わないか、間に合わないじゃないですか。よし、これで今回クリアしてもクリア率 25% ですからね。ポイポイして、この辺をポイ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 、キャー、イエーイ。いやー、難しかった、想像以上に難しかった。時間がないっていうのもあるんですけどね、 P スイッチをポイポイするんじゃがうまく投げ飛ばせないんで。でも面白いコースでしたね。ありがとうございました。トライアングルさんのコースでした。はい、そして今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録まだお済みでない方は、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それとコース募集も行っております。
野菜さあふれるコース大好物ですので、どんどんお寄せくださいね。それでは次回をあなたのコースにくるくるくる。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければまたゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。それではまたお会いしましょう。明日も楽しい一日がきっとやってくる。